ウラディミール・ゴルシュマン。ウラディミール・ゴルシュマンは、フランス出身のアメリカ合衆国の指揮者。パリで、ロシア系ユダヤ人の家庭に生まれる。幼少時に、ピアノとバイオリンを学び、スコラ・カントルムに進学し、1919年に、自らコンサート、コンセール・ゴルシュマンを企画して、同時代の作曲家の作品を積極的に指揮した後、ロシアバレエ団に指揮者として入団し、 1923年まで止まった。1923年からはアメリカに渡り、1924年にはニューヨーク公共楽協会を指揮した。その後はヨーロッパに戻ってフリーの立場で活動したが、1928年から1930年まではスコットランド管弦楽団の主席指揮者を務めている。1931年には、 セントルイス交響楽団に客演したのがきっかけで、このオーケストラの主席指揮者に就任し、25年間、この職に泊まった。1934年にはアメリカに定住することを決意し、1947年に市民権を獲得している。1957年には、ジョージ・ワシントン大学の客員教授を務め、 1958年から1961年までは、トゥルサ公共楽団。1964年から1970年まで、デンバー公共楽団の主席指揮者を務めた。ニューヨークで没。ありがとうございます。